行きたい場所ある？よし。それじゃあ、行こっか。よし。
そうだ、そうだな。それってそうだね、そうだ。よし、楽しかったね。青のこともっと知りたいな。よし、どこに行こうかな。よし、決めた。出てる、お祭りかな。同じ自然の中だけど、人の住んでな、あ、人が、クナさん、彼女が、意識がないよ。とりあえず一旦保健室に連れてこう。この子が例の。はい、私の。息はある。思いの力が大きく摩耗している。雫世界を維持するのに使う思いの力だけでは。もう目覚めないんですか。思いの力が減った状態というのは、だからすり減ってしまった思いを。薬とか作れるかな。本当、試してみる価値はあると思う。ゆずさん、分かった。くのさん、待っててください。ってリフナビは言ってたけど、今キララの精神は疲れて冷え切っている状態。その精神に再び熱を帯びさせるには、カッと体が熱くなる、例えば恥ずかしい思いとか。それって心トープに行って恥ずかしい記憶、そういう子。何ためらってんの。そりゃあなたは記憶が戻ってないから。じゃあえ、青ちゃん、正直みんなの前で話すとか。でもそれが青、これはその頃の私は中二病真っ盛りで、授業中に人目を盗んで、まあいわゆる黒歴史ノート。そう、
見られたくないものってことはわかるけど、これもうすでに恥ずかしい。やばい、思い出すうちにどんどん恥ずかしくなってきた。さっさと話してよ。ある日、移動教室の授業でも書いていたら、そのまま置き忘れてしまいました。慌てて取りに戻る。おい、お前これ見ろ。禁断の書？多分前のクラスのやつの忘れ物。我がマナは月影、我死ぬられた聖剣。じゃ、堕天使って書いて暗樹弟子。こいつやば。俺なんか、もちろん持ち主だと言い出せるはずもなく、今でもそのノートは母校のどこかに。以上。感動しました。見直した。そういう話、私たちも青ちゃんを見習っ。いや、ほんと、やっぱり。うん。あ、ちょっとみんな、私だけこんな思いをするなんて許さない。一人残らず暴露させてやる。どこに行こうかな。行き先はどうしよう。いざ出発。よいしょっと。おっ、おっ、おっ、うん、そうだな。よいしょっと。Thank you.
無理、本当無理。一人だけ逃げるつもり。何これ、アニメなんてこんなにも心が揺さぶられて。とりあえず来週も予約しよう。私はオタクだよ。しかも同人誌まで出しちゃってるようなゴリゴリのオタクだよ。これで満足？大満足だよ。今時そんな恥ずかしがるようなことじゃない。こんなに自暴自棄になるなんて、よっぽど。この話題については、そういえば屋上部室のパソコンで見た絵。敵地はっと、さあ行こう。どっからでもかかってきなさい。よし、私の番。行ってやる。私の番。いつでもやれます。いつでもいける。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。これだね。よし。さすがひなこさん、ためらう素振りなし。こっからでしょ。
お願い、本当にお願い。さっきの潔さはどこ行った？これはゆずさんたちとカラオケに行った時の。そうと、二人に歌わせとけばいいのに。マイクが回ってきたのに歌わなかったら部屋に鍵がかかって石。どんなルールよ。あのさ、ここから先みんな耳を塞いでくれたり。しません。あ、そうだ。ちょう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 、菜の葉に止まれ。え、菜の葉に会いたら桜に止まれ。ああ、あれか、あえて童謡を歌うっていうボケ。ひなちゃんはそういう子じゃないでしょ。ってことは、いいじゃん、何歌ったって。うん、確かにそのうちらの年代の子が童謡をガチで歌ってるとだいぶオブラートに。その時は歌える曲が少なかったんだよ。今はもっといろんな曲知ってるから大丈夫だから。まあ、童謡を歌うひな子さんも。どこに行こうかな。出発なのです。何かに使えそう。私、頑張ります。やってやる。行きましょう。やあ、いつでも行ける。やあ、やれ、やってやる。こんなもんでしょう。ですか。できるだけ恥ずかしくない記憶で。せっかく結婚式にお呼ばれしたんだから、ほら、お母さんがやっ。ダメです。ダメ？おめかしし、いや、そこじゃなくて。わ、にじんじゃってる。さっきこすっちゃったからかな。お母さん、あれ、なんか違う。志保、自力でお化粧を直した私は。ごめんなさい、お待たせしました。あれ、皆さん。ちょっと志保。鏡でずっと自分の顔を見ているうちに顔が大変なことになっている。もう二度とこんな思いをしたくなかったから、お化粧には手を出さないようにしていたのに。ああ、だから志保さん、美容に詳しいのに化粧っ気がないのか。行き先はどうしよう。出発ですね。
べないんだよね。クロスのみんなでしょ？え？何かをたくさん作ってるみたいだけど。バレンタインの時だと思う。今のところこの後が確かチョコレートケーキを作って念のためもう一回味見っと。最後にもう一回。これは形が、これは綺麗に、いや数が中途半端になっちゃうな。これも食べちゃえ。味見は大事だもんね。綺麗にできたものを渡し、いや単に食べるための口実にしてるだけじゃ。そんなことはない。わかりやすい慌てっぷりだね。ちょっとだけ食べ過ぎちゃったのです。嘘、材料もう。え、さっきクラス全員分とか言ってな。他の友達の分や。それちょっとって言わ。だって食べたくなっちゃったんだもん。すさまじい食欲。ああ、だから料理できるのに料理班じゃないのか。私たちがここまで身を削ったんだから。了解。お疲れ様。って本当に疲れてるみたいね。いえ、モンスターの方がよっぽどマシかもしれない。さっさと作ろう。ぼーっとしてる。わかった。これを材料に精神回復。よし、まずは準備だ。青、なんで何もしてないあんたが仕切るのよ。これかな。ん？アルギニン 3000mg 配合、骨の成長を促します。違うの。何が違う？それはそういえば同じ教室で飲んでた子いたな。バレ物置で見つけて、もし効くなら試してみ。意外とそんなところ気にされてたんです。ま、これで痛み分けってことにしてあげる。調子に乗ってすみませんでした。何を作ろう。今日はこれの気分。はーい、どれにしようかな。これをどれに、どれに、このどれに、一丁やりますか。恥ずかしい思いが詰まった薬。
療薬は口に逃がしと言うけれど、せっかくなら美味しい方がいい。よし。志保さん。何も思えだよね。じゃあ屋台はどう？久野さん、屋台に何かを。屋台、キララ、何か大切な使命があってここに来た。使命？心トープで記憶を取り戻せば何か。そうだね。なぜか心トープは最初から出現してるし。心トープって？ね、記憶が取り戻せる。キララ、その心と。キララちゃん。平気なら、うん。じゃあ久野さん、うん、何か。しようかな。何を作ろう。
的地はと。キララの記憶。最初にキララさんが倒れてた場所、特に変わった様子はないですね。ひとまず歩き回ってみるしかないかな。それじゃあキララさん、呼び捨てでかま…
私の番くらえ。いつでもやれます。大丈夫ですか。大丈夫、無理しないで。見せてあげる。私が支える。ほら頑張って。よし、私の番。ほら頑張って。いつでもやれます。大丈夫ですか。ここからが本番。この力でみんなを守る。今まで。あまり無理しないでよ。よし、私の番。大丈夫ですか。よし、私の番。大丈夫ですか。攻め時ね。ほら頑張って。行け。仕掛けます。大丈夫ですか。私が支える。みんな無事ですか。また一つ成長。どっからでもかかってきなさい。見せてあげる。はっ。行きましょう。バトンタッチ。任せて。いつでも行ける。ほっ。攻め時だね。傷を治すよ。ほっ。仕掛けます。よし、やるよ。これがいいわね。よし、私の番。ほっ、仕掛けます。大丈夫ですか。ほっ、大丈夫ですか。攻め時だね。傷を治すよ。まだまだいけるでしょ。仕掛けます。仕掛けます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。いける。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。何かに使うか。負けません。見せてあげる。そこ行きましょう。当たって。
動こう。やん。見せてあげる。ほら、あと止まれない。任せて。大丈夫ですか？次はどうしよう。傷を治すよ。下がるね。私に任せて。いつでもいける。くらえ！行ってやる。行け！行け！行きましょう。あまり無理しないでよ。完勝です。やりました。取っておこう。キララ。パパ、ごめんなさい。もういい加減。誰もいないし。
麗に倒してあげる。見せてあげる。そこ行きましょう。さあ、どう動こう。くらえ。攻め時ね。てい、てい。ま、こんなもんでしょう。これ。詰まった。負けません。言ってやる。いつでもやれます。私の番。いや、言ってやる。ほら頑張って。ほら頑張って。よし、私の番。カゴ行きましょう。大丈夫ですか。私が支える。見せてあげる。ほら頑張って。さあ、どう動こう。行きましょう。さあ、完勝です。やりました。気を引き締めていこう。仕掛けます。当たって。どう見せてあげる。ほら頑張って。よし、私の番。カゴ、大丈夫？体力に気をつけて。見せてあげる。ほら頑張って。これを使っていつでもいける。カゴ、やられるなんて。いつでもやれます。大丈夫ですか。あとはお願い。任せて。見せてあげる。ほら頑張って。行きましょう。大丈夫ですか。ほら頑張って。あまり無理しないでよ。この力でみんなを守る。まだ戦います。大丈夫ですか。見せてあげる。
上げてないよ。大丈夫ですか？大丈夫？体力に気をつけて。見せてあげる。これがいいわね。まだ戦えます。大丈夫ですか？よし、やるよ。傷を治すよ。あまり無理しないでよ。まだ戦えます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？見せてあげる。ほら、次は頑張って。傷を治すよ。ほら、頑張って。あまり無理しないでよ。下がるね。私に任せて。大丈夫ですか？大丈夫ですか？言ってやる。それがいいわね。何度でも攻め時ね。立ち上がってみせる。ほら、頑張って。行きましょう。大丈夫ですか？ここからが本番。大丈夫ですか？急いで行きましょう。大丈夫ですか？作れそうなものは…どの辺に置こうかな。どれにしようかな。行き先はどうしよう。出発なのです。
攻め時ね。はっ、よし、私の番。せい、楽勝楽勝、負ける気がしないよ。華麗に倒してあげる。やってやる。どう動く。楽勝楽勝、負ける気がしないよ。えいえい、みんな準備はいい？攻め時ね。いつでもやれます。うっゃー、完勝です。やりました。